ふてぶてしく勉強している藤川さん、この後ガチのテストを受けて彼は単語テストをクリアできるのだろうか。ちゃんとやれよ。はい。これが小さい。はい。じゃあ今から藤川先ちゃんが、さらちゃんが本当に変われるのか、単語を覚えられてるかチェックします。はい。即答できなかったらアウトです。殴られますか。まあ、殴りはしない。はい。締め上げます。じゃあこれでいきましょう。はい、いきますよ。でも例えばオーダー注文するとかそんなペースね。よし、じゃあいきます。1から50ね、全部やります。で、はい、9割未満はアウトです。はい、じゃあいきますよ。はい、用意スタート。オーダー注文する、ミーティング会議、もっと大きい声で。あ、はい、うん、サービスはサービス、エンプロイヤー従業員、うん、デパラデパートメントは、部署部門。なんでこう使ったか、まあいいや。はい、発音が、ask、頼む、available、ダメ、はい、利用できる、はい、利用できる。カスタマー、顧客、プレイス、場所、どこに置く、トラベル、旅行、うん、OK、はい、購入する、トレーニング、修行、ニーズは、うん、必要、僕は予約する、うん、カンファレンスは会議。いいね、カンファレンス。いいな。スケジュール予定、うん、スタッフはスタッフで、はいはい、定員、レポートは報告書、うん、コンタクトは報告する、うん、ライクリーは、何も、それも、おそらく、うん、まあ、しそう、うん、まあ、おそらくこれなんて言った。連、報告する、連絡、これ、ちょっと待って、コンタクトやろ。で、ま、あ、僕はちょっと見間違えました。はい。はい。ま、ライクリーは？おそらくです。おそらく。ああ、まあ正解。クソ。ごめんなさい。はい。いいですか。いいよ。ローカル地元、うん、オファー申し出る、うん、申し出、うん、クラック店員、うん、パーポス、目的、うん、プロダクト、商品、製品。うん、はい。今何個まで来た？今26です。半分な。はい。プロジェクト、プロジェクトはプロジェクト、うん、リクエスト要求、フォーム、うん、用紙、マネージャー、うん、マネージャー部、部長、うん、オルソン、ね、何々もまた、はいはい、はい、あったってます。はい、ライブラリ、図書館、オープン、開ける、開く、うん、プロブレム、問題、うん、コピー機、うん、レビュー、批評、評価、うん、どうぞ。それぞれ、うんうん、リターン戻る、ロケーション、リッチ、場所、うん、レシーブ、受け取る、うん、リサーチ、研究する、うん、はい、41、うん、チェック、確認する、うん、ダイイング、ダイイングの間、期間中、うんうん、プロバイド、ダメ、タイルね、はい、提供する、提供する、はい、共有する、セベラル、いくつかの、うん、サブジェクト、話題、うん、アドバイステメント、うん、広告、うん、アーティカル、アーティクル、うん、記事、うん、because 何々なので、うん、インカム、収入、うん、アポイントメント、うん、予約する、約束する、うん、まあ、まあいいか、 OK。 今多分3問は間違えた。で、4問いってない。つまり、一応9割クリアしたかな。全問いけると思った。まあでも、頑張ったんちゃう。はい。この小さな成功体験を積み重ねていくことだよ。ね。現実に目を向けて走り出した第一歩だよ。はい。まあ、よく頑張ったと思うけど。こんなもんで諦め、ね、あの満足しちゃダメだよ。はい、分かった。はい、ね、熱がある中よく頑張りました。ありがとうございます。
2日間の合宿どうでしたか？あ、まずありがとうございます。あと、そう、体調が少し悪かったんですけど、はい、あのすごい集中できる場所で、はい、真剣に組めたので、あのすごいやりやすかったです。この自然の中で運動することはどうでしたか？昆虫界の藤川さんは空を回ってましたなんかすごい空気が美味しくて、うん、なんかすごい体が、うん、浄化されたような感じがして、なんて言えばいいですかね。分からん、それが君の感情。なんかすごい綺麗になったような。あ、本当、はい、元気出た？元気出ました。すごい昨日の夜焼きそば作りましたね。はい、美味しかったです。美味しいですか？あ、美味しい。そうですか。良かったです。こんな感じですね。朝ごはん何食べました？目玉焼き、うん、ソーセージ、うん、でベーコン、ベーコン、キャベツ、ピクルス、あとあれ、ピクルスとパン、菓子パンね。僕が作ったんですけど、どうでした？ピクルスです。ピクルスも全部、目玉焼きもないし、あ、そうなんですか、うん、キャベツもベーコンも全部僕がやりました。全部美味しかったです。特にありがとう。いや、特にピクルスがすごい美味しくて。ああ、ピクルス食べるために僕マクドナルド行きましたからね。ああ、まあじゃあ心身ともに成長できた2日間でしたか？はい、あ、はい。そこだよ、そこ自分で言わないで。俺が言ったから、あ、はい、やっちゃいますって言って、俺はこう思いますって言ったもん。いや、まだ成長しきれてない。うん、知ってる、みんな知ってる。なので、うん、ちょっと松村さんに鍛えてもらえます。まあ、今日単語テスト失敗したらここで言えない言葉言ってたんで、お前もここで一生出られないようにするこの島から。でもよく頑張ったね。気合入ってたね。結構、なんていうのかな、僕から見てもまあ意志の強さはあるなと、そこは感じられたんで、やっぱり大事なことは、そうそう、まあ店長がやりたいことを自分が決めて、それに見合う努力をする、そのためには現実を見る、はい、と思うんですけど、どう思います？ん？その通りだと思います。いや、そういうんじゃなくて、あ、自分の言葉で話して。あ、いや違いますよ、それは。そうか、よか。今自分にとって何が一番必要な考え方だったの？もっと自分を、うん、自分のことを知ること、うん、で現状を知る、現状を知って、あと受け入れること。君変にプライド高いからさ、カッコつけだし、カッコつけてるよ。カッコつけですか？カッコつけますね。だから認めたくない部分もあるんでしょう、今の自分の中でな。それもみんなあるけどね、多少ね。はい、もう今自分のことをちゃんと知ること、受け入れることってこと。はい、あとは今自分にとって必要なことは改めて聞くことなんですか？なんか変にプライドが高いってよく言われるんですけど、プライドもちょっと捨てて、ね、まあ、勉強だけじゃないんですけど、まあ、これからの生活、うん、でちょっと今日の経験を生かしたいなって思ってます。今日のどんな部分を、今日の経験をどんな部分を生かしますか？何を学んだと思う？もっと声出そう。改めて自学自習の大切さを知ったっていうか、うん、ここはあのちょっと言い方が悪いかもしれないですけど、うん、すごい監視下の下で、うん、あの勉強ができる分、うん、すごいあの真剣に勉強に取り組めたんで、うん、次自分で
勉強するときは、うん、もう自分に甘えずに、うん、自分に厳しく勉強したいなって思ってます、うん、そのためには何が必要だったの？どうしても甘くなるわけですよ。はい、現実の今の自分を知ってね、そこから努力するわけじゃないですか、今日一日。はい。そしたら今日一日でも進化できる部分があるわけですよね。その成長できた自分を認めていって、それを喜んでいくと、それがモチベーションになるわけ。日々日々自分が成長しているところを自分で見つけてあげる。はい。もちろんテストとかね、試験とかそういうもので測るだけじゃなくてね。だってそれ単語覚えたじゃん。はい。どう成長したと思わない？思います。覚えてどうだった？覚えて、うん、自分でもできるんだなって、うん、思ったよね。はい。そういうのを積み重ねていくことが、やっぱり自我軸自身根本であってね、管理されたからできたわけじゃなくて、はい、まあ、自分の中にこうちゃんと蓄積されている何かがあって、それを日々ねちゃんと感じていくことなんじゃないでしょうかね。居酒屋のバイトではさ、ちゃんと現実を認めてさ、受け入れてさ、けなげに努力してるじゃん、プライド捨てて。同じことを勉強でやればいいんだ。どうしても勉強っていうのはね、能力値の、あの頭のね、スペックと関わりが深いから、なんかこう、僕自身もそうやし、他の人もそうだと思うけど、認めたくない部分もあったからね。でもだからそれを認めた上で、だからこそ、じゃあこうしようって、ああしようって考えて、どんどん少しずつこう成長していく、いけたから、はい、やっぱ自己実現できるわけですね。僕の場合は明日で分かったってことは、最初の、ね、人生の経験だったから自己実現一つずつ重ねていけばいいんじゃない、はい、ああいうコミュニケーション能力が求められて、業務知識も結構多い居酒屋でスピーディーに処理しなきゃいけないところでさ、はい、本部の監視員の人がスパイで来たら全部褒められてたじゃん、はい、あれは別にみんなができることじゃないよ。でもそれはあなたが真摯にさ、今の自分の不甲斐なさを認めて、だからこうやって勉強しよう、成長しよう、学ぼうってやったことが実を結んで、お客さん、そして本社のね、スタッフの人に認められたわけだから、それも成功体験だし、今日の単語覚えたも成功体験だし、こういうのを毎日毎日積み重ねていくことだ。はい。虫からも止められる天ちゃん。はい、虫からも。